You're listening to Shibuya Cross FM。さあ本日も始まりましたカラフルスタイルクロスです、ね、カラフルスタイルクロスです、番組のパーソナリティを務める秋広です。和樹です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、はい、久しぶりにちょっと緊張をしているんじゃないかなと今感じました。はい、噛みましたね。噛みました。冒頭から大変失礼をいたしました。なかなか僕冒頭で噛むことあんまりないんじゃないかなと思うんですけれども、はいはい、びっくりしました。はい、僕もびっくりしました。こういうの伝染するからやめましょう。やめましょう。本当に、はい、頑張っていきます。はい、あなんか前回の放送から1ヶ月近く経ちましたかね。そうだと思います。ね、なんか和樹さんとお会いするのって大体こう、うん、最近の放送でラジオ放送の、うん時ばかりなので、うん、なんだかこう久しぶりな感じがしますね。そうっていうかなんかすごい、はい、今日めちゃくちゃ久しぶりな感覚があって、はい、そうですよね、はい、新宿2丁目でもあんまお会いしないですもんね。そうです ね最近、はい、どうですか新宿2丁目は。新宿2丁目もたまにテキーラを飲みに行ってます。はい、それは相変わらずですね。相変わらずです。はい、はい、ということで今日はですねスペシャルゲストをお迎えしておりますので、はい、楽しみにしていただければと思います。はい、はい、では早速ですねこの番組の趣旨から、ご説明いたします。この番組は LGBT×〇〇をテーマにセクシャリティや業界のジャンルにとらわれない多様なゲストを迎えしてトークライブをお届けする番組です。人の数だけ存在する生き方や幸せの形、個性豊かなゲストのライフスタイルを通じて未来をより明るく明日がもっと楽しくなるスパイスをお届けいたします。 LGBTQ とは、レズビアンやゲイといった同性愛者、男女どちらも愛せる、バイセクシャル。生まれた時に割り当てられた性別と、違う性別で生活をすることを望むトランスジェンダーなど、様々な性のあり方を持つ人たちの頭文字を取った総称です。この番組では随時メッセージを募集しておりますので感想やご要望などをお送りください。メッセージの送り先は info@shibuyacrossfm.jp です。続きまして、番組のスケジュールのご案内です。まずレギュラーコーナー今週の気になるトピックです。こちらではですね LGBTQ に関連するイベントやセミナー、雑誌ニュースなどさまざまな情報をご紹介いたします。続いてゲストコーナークロスフレンズです。個性豊かなゲストさんを迎えしてトークライブを行っていきます。本日はですね、この番組のスポンサー企業でもあるライフネット生命の代表取締役社長の、森亮介さんにお越しいただいております。わお素晴らしい。はい、ライフネットさんも本当にこの、LGBT を含めたこうダイバーシティの取り組みですね長いことを、はいチャレンジしていただいておりますので、はいまあ、こういった、いろんなリアルな話をですねちょっと聞けたらと思います。はいはい、LGBT って何自分には関係ないよという方にも聞いていただけるとより素敵な人間関係の構築に役に立つと思うのでぜひ聞いてもらえると嬉しいです。カラフルスタイルクロスはこの後19時50分までの生放送です。ここでですね次のコーナーに移る前に1曲を挟んでいけたらと思います。それでは1曲目を聴きください。アンダープレイヤーのクロスオーバーです。イケてるからあって Branding my body and soul ライトに照らされて踊る好き my lover まさかの誘いに記憶を預けて Pokey nightI'm looking for you 見つめる視線のその先には僕を意識してるもしもそうならぶつかるふりして近づけたらもうあとはわかるよね You're the one for me 時間を止めて Kiss me You like sing this song for you We like it good
ないふりしてBranding my love and peace 不思議な魅力がある Nesty my lover 知らないことだらけ同じ気持ちならばきない You make me feel the way to what you think about 誰かの未来に君がいるなんては考えたくもないもしもそうだお送りした曲はアンダープレイヤーのクロスオーバーでした。午後7時からお送りしておりますカラフルスタイルクロス渋谷シダックス1階のスタジオより19時50分まで生放送でお届けいたします。続きまして、今週の気になるトピックです。今週ご紹介するのはこちらです。はい、今週の気になるトピックはアジア最大級の性と性の多様性を祝福する祭典東京レインボープライド2022が3年ぶりに代々木公園で開催。つながる、見える、変わるをテーマにプライドマンス6月まで開催。4月22日から4月24日プライドパレード&プライドフェスティバルを代々木公園を皮切りにスタートするということで、はい、久しぶりの TRP です、ね、そうですね。オフラインではやっぱ、うん、このコロナ禍でオフラインでは開催されてましたけど、うん、ついにあれですね、オフライン、オフラインじゃない、オンライン、オンラインで開催されてましたけど失礼しました、はい、オフラインで、はい、はい、そうですね。アイリスもですね、こう過去に3回ほどですね、ブースを出展していたんですけれども、はい、オンラインのタイミングではちょっと今回は、まあ、スキップしていたんですけれども、はいはいはい、久しぶりにうちもブースを出させていただきます。わ、準備大変そうですね。そうですね、今年はですね、はい、3日間ということで金土日の3日間ですから、うん、コンテンツもですね盛りだくさんというか、うわ、気になる感じですね。とてもですね、どこの企業さんも今準備しているんじゃないかなと思っていて、はい、楽しみかなと思うので、はいはいはい、ぜひお時間ある方は、ね、遊びに来ていただけると嬉しいです。はい、私も頑張って早起きして来れますか。本当に行ったね。頑張っていきます来てくださいね、はい、やっぱあそこの場所がやっぱこうね、うん、すごいたくさんの人が集まるので、はい、新人をスカウトする場にしようかあ、そうですね、はい、カルキさんはね、はい、ゲーバーを経営されておりますから、はい、そういった場にするということで、はいはい、お会いできるのを楽しみにしております。はい、ぜひぜひ。はい、では今週の気になる以上です。はい、はい、ではですね、次のコーナーに移る前に、ちょっと2曲目を挟んでいこうと思います。2曲目は鳥山真菜との、なせばならぬ、なせば なさねばです。お聴きください。 Hey なせばならぬなさねばなせばならぬられず ただ重低音を降り続けた日々が虚しさ呼び寄せる たわいもないこの日常だけど叶えた野望がある どうすれば叶うの教えて神様叫びは耳すまし誰の声かを尋ねてみたらこの胸の叫びだもう一度立ち上がれ簡単に終わらせないよ自分が諦めなければ
神様はすぐそば。お送りした曲は鳥山まなとのなせばならぬなさねばです。午後7時からお送りしておりますカラフルスタイルクロス渋谷シダックス1階のスタジオより、19時50分まで生放送でお届けいたします。次はですねゲストコーナークロスフレンズです。本日は、この番組のスポンサー企業でもあるライフネット生命の、代表取締役社長の森亮介さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。こんばんは。こんばんは。すごい今日楽しみにしてました。ありがとうございます。森さんとこうしてお話をさせていただくのは、はい、実はこうやって対面でお話するの初めてかなと思いまして、はい、なんかこう僕がですねこうプライベートというかこう勉強でこうお声掛けをさせていただく機会は多々あったんですけれども、こうやってラジオにご出演していただくのは初めてということで、ちょっと僕自身が今緊張しているのがリアルなところです。いえいえ、ついにですよね。ついにですね、この番組スポンサーさせていただいてしばらく経ちますけれども、はいはい、これまで なんでもっと早くここ来なかったのかなと思いながら今日この現場に来てものすごい楽しい気持ちで今いっぱい。ありがとうございます。そうですよね、なんか本来であれば僕たちがもっと声掛けをすればよかったっていうことをなんか先ほどの楽屋の中でも聞きながら思ったので、これを機にですねちょっとなんかこう機会をいただければと思いますので、はい、はい、今日はせっかくなのでね、どうしてこうライフネットさんがこうダイバーシティの取り組みを始めたのかとか、こう実際にその取り組みをしていく中でどんな大変な、まあ、思いとか、あとは逆に嬉しかったこと楽しかったことがあったのかっていうところを振り返っていけたらなと思うので、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、では早速でありますけれども、このダイバーシティの活動がまあ盛んない印象があるということで、この始めようと思ったきっかけは何だったんですかね。はい、もともとライフネット生命という会社自体がこう、まあ、伝統的な歴史の長い生命保険業界の中に、はい、まあ、今の時代もうちょっと違うやり方あるんじゃないのかなというようなことで、うんうん、まあ、申し込みのプロセスもオンラインでっていうところが開業のきっかけでもあったんですけれども、はい、まあ、いろいろ話していくと、結構こうなんで今の世の中こんなにまだ現代の仕組みに追いついてないんだろうかっていうのがすごい多かった、多いことに本当に驚かされました。はい、たまたま私の周りにライフネットの社員で、はい、まあ、外資系の企業から転職をしてきたメンバーが私含めて3人当時いたんですよね。でやっぱこう前職のこの外資系の企業にいるときに、はい、まあ、このダイバーシティも含めたこのカルチャーディベロップメントみたいなことを、まあ、経験してるメンバーがたまたま多く集まってきていて、はいはい、そういった中で改めて今の保険業界見てみると、はい、なんで今これだけね伝統的なこう家族感とかも昭和と今とで比べると大きく変わってるのに、はい、そうですね、はい、それに対して対応できてないのかなってことは多かったんですよね。うんうん、まあ、その一つが まさに、はい、この LGBTQ の方々が生命保険めちゃめちゃ利用しにくいというような課題に一つ気づけたのかなと思ってます。うんうん、ありがとうございます。実際に私自身まあ、2014年にアイリスを始めたんですけれども、当時はこう同性カップルが使える保険とか、あとは住宅ローンとかなかったんですよね。で自分たちの人生なんか漠然と不安に抱えている時期もありまして、やっぱ当時僕20代、まあ、前半とかだったんですけれども、そこからすごい不安を感じる機会が増えたと。でこれを友達に話すると、やっぱみんな同じような悩みとかを持っているというところで、まあ、渋谷区世田谷区がパートナーシップ制度の導入を始めて、その後に、その流れで、御社様のこうライフネット生命さんがこう同性カップルの方にでもこう死亡保険金の受け取りができるよってなって、すごいインパクトだったなと思うんですよね。はい、当時盛り上がりましたね。そうですね、これ一当事者としては本当に嬉しいなと思う反面、うん、この既存の組織の中で仕組みを変えるとか業界での新たなチャレンジをするっていうのは、うん、とても大変だったんじゃないですか。そうですね、LGBTQ の方々が生命保険使いにくいよっていうのは、うん、実は
もうずっと前から言われてたんですよね。決してなんか隠れてた問題ではなくって、明確にそういう声が出てたんですけれども、保険業界側で、まあ、これ平たく言ってしまうと、よくわからないと、いうようなことで、よくわからないこの領域に自分たちがこう踏み込んでいくことに対して、ものすごくこう消極的に、まあ、なっていたのかなと思います。で結局当社自体も、よくわからない中で、でも前に進んでみようと、いうようなのが、まあ、本当に簡単に言うとそういうことを我々やったのかなと思っていて、ただ世の中こういうこと多いですよね。なんかこう分からないからやってないんだけど、いざやってみたら別にこれまでやってたことと、決して全く違うことじゃなかったっていうことって本当に多いなと思います ね、 そうですね。いやまさにこの私は不動産業界でこう暮らしについて取り組みをしていますけれども、オーナー様とかとお話しするときに、正直ね、あのゲイとかよくわからないのって話をされることが多くて、でもあの目の前にいる僕もゲイなんですよってやっぱ話をすると、あら須藤さんもそうだったのねということで、じゃあ別になんかあの、ね、普段のこう生活というかそういうところが別に大きな変化ってないんでしょみたいな話から、じゃあうちの物件もどうぞって言っていただくことも多いんですけれども、すごいわかりますね。これはやっぱりきっかけがないと、なかなか前進しない、まあ、テーマでもあるのかなと思うと、いち早く取り組みをされているライフネットさんっていうのはやっぱすごいなって思いますね。ありがとうございます。和樹さん、保険とかご自身で考えるきっかけって今まで何かありましたか？僕、それがですね、このラジオ の、 その MC をさせていただいて、ライフネット生命さんってのを聞いて、保険をちょっとあの考えました。お、いやすごい、いやそういうのがきっかけになって、いるのであればすごい嬉しいですね。もともとはあんまりそういうの疎くて、ずっと、あのみんなそうですよ。ですよね。だからあのこうやってあのいつもあのその広告のね原稿を読ませていただいてて、そうなんだと思いながらいつもあの読ませていただいてて、あすごいっていうのはやっぱこの番組きっかけで知りましたね。あ、それはやっぱりなんかこの、渋谷クロスFMという曲がずっと取り組みをしていたのもそうですし、こうライフネットさんがスポンサーになってくれていたということも、やっぱこういろんな方の選択肢を増やすきっかけになっているということですよね。本当にこれ知ってるのと知らないのとで、全然こう人生の設計の仕方変わってきますから。変わりますよね。まず知っておいて損はないことかなと思いますね。実際に私もこう保険の見直しをするっていう時に、こうパートナーを死亡保険金の受け取りに指定できるようになったっていうのは、これもできる時代になったからこそ、なんかそういう選択肢が増えたということで、すごくやっぱ安心するんですよね。でこの安心するっていうのは、なんか他にも本来であればいろいろテーマがあるはずでみたいな。ですからなんか本当にこういう番組を通じていろいろと前進できたらなと思うんですけれども、そういうじゃあこう興味ないとか、あとはこうきっかけがなかなかないよっていう方々もやっぱりこう森さんの周りにもいらっしゃったと思うんですよ。これはあの社員さんもそうだと思いますし、ステークホルダーの方もそうだと思うんですけれども、なかなかそういった方々にどうやってこう受け入れてもらえるというか、こう一緒に前進してもらえるようになったんですか？それはですね、あのさっきでもアキラさんおっしゃったのに結構近くて、やっぱり これまで人から聞いて、そういうこの自分とは個性的こう思考が異なる人たちがいるっていうだけじゃなくて、やっぱりこう会社に実際来ていただいて、で実際こうお会いして話したりしていくと、やっぱり自分と何が違うんだろうかっていう気持ちに結構多くの方なっていく。でも実際にあのそういう一つ一つのイベントの場に直面すると、ストレートな私とかでは普通にできることができないようなケースがある、でそれは我々生命保険業界の中でもそういうことが起きてるんだっていうことを、まあ、皆さんやっぱり実感すると、なんとかしたいなとか、いうような気持ちに結構皆さん変わっていったかなと思いますね。すごい。 いやこれこの表現が正しいかわからないんですけれども、やっぱこう金融業界という中である程度こうリテラシーというか、ある程度こうなんでしょう、皆さん情報のアップデートをするあの機会がある一定数あるからこそ、そういう発想につながるのかなと思っていて、私なんかこう宮城県のやっぱ田舎出身なものですから、こういう金融に関する知識も含めてですね、なかなかこう
情報をキャッチするっていうきっかけがなかなかないので、ここがあるかないかでいろんな差が生まれるんじゃないのかなって今お聞きしながら思いました。いや本当になんか金融商品って、まあ、保険に限らずですけれども、まあ、本当にこのリテラシーちゃんとね高めていけば、はい、その分やっぱり自分にとっていい設計ができる、うんうん、やっぱ典型的なものかなと思うので。そうですよね、はい、ただ一方で我々よく金融機関の方々が、はい、こうおっしゃってて私はちょっと気になったりするのが、だからこう生活者はもっともっとリテラシーを上げるべきなんだみたいなことをすごいなんか上から目線で言うケースもあるんですけど、はいはい、やっぱりお客様ですから、うん、我々がやっぱり一人一人のこのリテラシー向上に、はい、こう役立てるようなことをしていかないと、はい、いけないのかなと思って、やっぱり皆さんのこうリテラシーをあくまでしようとしてですよね、うんうん、それに合わせたサービス設計していくっていうのも大事なのかなと、ね、はい、思ってます。いやだって僕高校生とか中学生の頃金融に関するこう学びのきっかけとか機会ってあんまなかったんで、うん、ないですよ、なかったよね、はい、かまさに今年からですよね、うん、金融教育が、はい、高等教育の中でも、うんうん、はい、含まれてくるように、はい、まあ、なってきたということで、これ大きなやっぱり前進で、そうですね、はい、まあ、保険についてもどういうふうに考えればいいのかってことが、うん、はい、含まれていますから、うんうん、はい、変わってくるんじゃないですかね、これから成人になっていく方もう18歳に変わりましたし、はい、ね、接点増えてくるんじゃないかなと思います。確かにそうですね。これをきっかけに皆さんのこう人生のですね選択肢とか、あとはこう進むべき道みたいなところがまた変化してくると思うので、うん、こうより前進のきっかけになり得ると思いますね、うんうん、はい、ありがとうございます。このダイバーシティの取り組みを行っていきながらもですね、こう実際にこう企業としてこう社員様とか、まあ、こう事業自体に何かこう変化とかもありましたか？はい、まあ、ここは結構こうあくまで LGBTQ のこのテーマって、うんうん、私は一つのこうレンズかなと思っていて、はい、うん、でこのレンズ通してなんか見てるものっていうのは、結局自分とは異なる他者、他人の方がに対してなんかどれだけこう想像力を巡らせて話をしたりだとかコミュニケーションを取るかっていうところが私はすごいこの根っこ共通点としてあるかなと思うんですよね。で当社はバックグラウンド、社員のバックグラウンドものすごい様々なんですよ。生命保険会社なんですけど保険業界から来る人は多分4割ぐらい、残り6割はいろんなバラバラな業種が、私も保険業界の外側から来ました、来た社員の一人ですし、なるほど、はい、なので結構みんなこう何ですかね、自分の価値観であるとか、はい、働き方だとかバラバラなんですよね、はい、なので、まあ、単純にこうバラバラなメンバーが集まって仕事すると、はい、こうみんなカオスみたいな風になりがちなんですけども、はい、やっぱこう一つこれを束ねるため の, まあ、フィロソフィーのようなものが当社にとってはすごい大事なんですが、やっぱりこう自分が育ってきた環境と目の前にいる同僚の人は全然違うので、はい、はい、まあ、なのでそこをちゃんと想像して話をしたりだとか、はい、あるいは相手の人が言うことに対してなんで分かってくんないんだっていう風に思うんじゃなくって、はい、多分きっとこの人自分とは見てきたものが違うんだろうなとか、だから多分こういうものの言い方になってるんだろうなっていうふうになっていく。そのためにはこの LGBTQ のこのテーマは、はい、すごい本当に一つのレンズだと思って見てるので、うん、はい、だからこういったこう活動に対して当事者の方々とだけじゃなくて、まあ、洗いの方ともこう仲良くコミュニケーションを取ると、まあ、こういうなんか感性がすごい養われるので、結果としてこうチームワーク発揮していくのにものすごい私はこれ役に立ってるなと、はい、思いますね。ありがとうございます。この多様性って言葉は本当 LGBTQ だけのものではなくて、うん、いろんな分野で言えることだと思っていて、はい、まさにその多様性をこう受け入れるであったりとかこう理解することによって、うん、いろんなこう考えがですね広がると思うんですよね、うん、なのでみんながこうより働きやすくなるっていうところは、うん、これ一つプラスというか、うん、まあなんかこの取り組みから得た、まあ、さらなる大きな武器になるのかなって思いますね。いや本当そうですね、うん、まあ、なので実は LGBTQ 以外にも、はいはい、このダイバーシティ多様性をテーマにした活動の中ででは、いろいろ今カバーがなされてきていて、はい、例えば、がんのサバイバーのような方々、これってまあ人間誰しもこれ今はそうなってなくても、はい、数年後自分もそうなる可能性があって、そうですね、やっぱ今はなんかマジョリティの側にいても、はい、テーマ次第でではある日突然自分もマイノリティ側になる可能性があって、うんうん、その時に
言えないとか、はい、相談できないっていう時のこの苦しさっていうのはその時に初めて知る可能性がありますけど、うんうん、まあ、こういう時にでもそうなる前に、はい、この会社自体が、極めてこのダイバーシティを受け入れていて、うんうん、マイノリティに対してもちゃんとこう包摂していくようなカルチャーメンバーがいるっていうことは、はい、なんかすごいこう安心感につながるかなと、はい、思ってます。そうですね、本当にあの職場っていう一つのテーマで見てもいろんな方がいらっしゃいますから、みんなが、ね、働きやすくなるためにはいろんなこう思考というか考え方を広げる必要性もありますから、これは一つこうダイバーシティで取り組みからの、うん、まあ、あの得られるいい情報なのかなと思いますね、はい、会社の中で、うん、そのセクシャリティを自由に公開できること自体がもう僕からしたらすごい社会になったなっていうのがあって、ね、やっぱ僕がもう30代後半なんですけど、うん、やっぱりあの同じ年くらいの子たちは、うんうん、下の子たちができてるけど今自分たちはもうずっと隠して、はい、ずっと働いてきたから、うんうん、そのなんていうんですかね、今の時代いいなって言ってる子が多いです。確かに、いやぶっちゃけですよ、いや働く場所で私ゲイですビアンですって言う必要性も本来ないんですけれど、ないですね、だけれどもこう彼女いるのとか彼氏いるのとか結婚しないのとかっていう何気ない会話の中から面倒くささが生まれるんですよ。いやなんか僕も会社員時代こう彼女がいる設定にしていて、なんかだんだんその設定が多すぎて自分で分からなくなるみたいな、これ結構当事者の方ではあるあるなんじゃないかなと思うんですよね。あとはやっぱりあのトランスジェンダーの方が面接を受けやすくなったっていう話はやっぱすごく聞きますね。確かにね、あのうちのスタッフでもともと男性だったと、でも辞任は女性だったと、でそこからこう移行していく期間っていうのはやっぱりこう見た目も変わるとか、あとは声が変わるとか、うん、そういったところでなかなかこう会社に対してこう共有しづらい部分だったと、でうちに入ってからはその辺気にしなくなったので、もうパフォーマンスが上がったっていう話があって、絶対そうですよ、うんうん、いやもうこんなの、うん、もうなんかあれですよね、説明されなくても多分そうだろうなって思いますよね。うんうん、やっぱりこう自分らしくあの自分の性のあり方もそうですけれども、うん、はい、どういう人間かってことをやっぱ素直に言えて、はい、こうストレスなく話せる関係の方がそうですよね、良い人間関係作れますから、うん、はい、これもセクシャリティに関係なくだと思うので、うん、はい、なんかここは本当企業で取り組みをしているからこそ安心して言いやすい環境なのかなと思いますね、うんうんうん、ありがとうございます。ちょっとですね、引き続きいろいろと聞いていきたいなと思うんですけれども、ここで一曲挟みたいと思います。そしてですね、いつもであればこう我々がお読みさせていただいておりますライフネットさんの原稿をですね、はい、せっかくなので、森社長からお聞きできればなと思いますのでお願いいたします。はい、この番組はライフネット生命の提供でお送りいたします。ここでライフネット生命よりご案内です。あなたに万が一のことがあったとき、現在の国の制度では同性パートナーの保障は不十分な場合があります。日本では同性パートナーの法的な婚姻関係はまだ認められていません。同性カップルを結婚に相当する関係として認め、同性パートナーシップ証明書を発行する自治体も増えてはいますが、同性パートナーは財産相続をはじめ様々な場面で制約を感じることも少なくありません。そこで万が一の時に残されるパートナーのために生命保険で備えておくと安心です。ライフネット生命では2015年11月4日から同居期間など一定の条件のもと同性のパートナーを死亡保険の受取人にしていただくことが可能となりました。同性パートナーの方を死亡保険金の受取人に指定する場合、本人確認書類等のお手続きに必要な書類に加えて同居の事実を確認するための住民票、当社所定のパートナー関係を確認する書面のご提出が必要となります。これからの人生を共に過ごしたい、心からそう思えるパートナーを得て2人で新たなステージへと歩み始めたとき、気になるのがもしもの時のこと。詳しくはライフネットレインボーで検索してみてください。
お送りした曲はゴードンのインフレームでした。午後7時からお送りしておりますカラフルスタイルクロス、渋谷シダックス1階のスタジオより19時50分まで生放送でお届けしております。引き続き、ライフネット生命の代表取締役社長の森良介さんに、お話をお聞きしていこうと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。やっぱりなんかあの森さんと久しぶりにお会いするということもあってからなんかすごい今日緊張します。今日咲いた髪すごいですね。すごいですね。これ多分後で他の MC の人たちにも怒られそうです。多分ね、私の分代わりに噛んだもっと勉強しておきます。ありがとうございます。はい、じゃあ引き続きですね、いろいろと取り組みについて、まあ、どういったことをやっているのかということでお聞きしていけたらと思うんですけれども、こう社内での取り組みもまあ様々 あるのかなと思う中で、はい、僕こうインパクト大きかったのがワークイズプライドといったものがありまして、まあ、これはあの LGBTQ に関するこう取り組みがですね、まあ、実際にこう第三者を挟んで評価されるみたいなプライド指標といったものがあるんですけれども、これをこうライフネットさんはゴールドを6年連続で受賞しているということで、はい、すごい連続っていうのがまたすごいんですよね。そうですね、もうこれは継続してやっていこうと、もうこれは会社としてコミットした領域なので、はい、はい、まあ、でも6年連続本当に受賞できたのはものすごい嬉しいですし、会社として誇りに思ってるところですね。素晴らしいです。この番組を聞いてくださっているリスナーさんの中でも、このプライド指標って何っていうちょっと分からない方もいらっしゃるかと思いますので、改めてお伝えいたしますと、このプライド指標というのが、企業等の枠組みを超えてこう LGBTQ が働きやすい職場作りを日本で実現することを目的に、作られた指標だよということなんですね。なのでこう、まあ、フラットに言うと口ばかりの LGBT フレンドリーではなくて、具体的にどんな取り組みをしているんですかとか、そういったことをですねこう細かく、まあ、見ていく指標なのかなと思うんですけれども、はいはい、これちょっと先ほどの話の中で実はこうゴールドの上ができたということで、はいはい、おーゴールド上知ってますか。なんだろう、レインボーそのままじゃないですかいやでも正解なんですよね。あそうなんですか、はい、あそうなんだ、はい、レインボーということで、実はアイリスもこれなかなかですね上目指そうと思いながらも、うん、当事者で運営している、まあ、企業であってもなかなかレインボーって難しいなと思うんですが、うん、森さんいかがですか。あそうですね、はい、確かになんかもう一段階こう会社として伸びしろがまた現れたなということで、うんはいはい、このダイバーシティの活動をやってるメンバーそれぞれですごいまあ前向きに考えてやってますけれども、はい、やっぱりこう私このワークウィズプライドの活動すごいいいなと思うのは、はい、やっぱりこう職場が社会課題解決する上でのやっぱなんか大事な場面にやっぱなってるということと、あとはこれってこう特に人事の方のネットワーキングがすごい強くって、はいはい、まあ、なので普通企業って自分のいいところとか強みってまあ隠すじゃないですか、うんうん、競争するために、はいはいはい、確かにそうですね。でもなんかこのワークウィズプライドの活動はやっぱり発想が逆なんですよね、うんうん、いいところをどんどん開示をして、そうですね、ベストプラクティスを開示をすることで、ここは競争する領域じゃないよねと、うんうん、自分の会社だけじゃなくて他の会社でもいいプラクティスが増えていけば、はい、世の中全体より働きやすい社会になるよねと、うん、いうことで、うんうん、まあ、どんどんこういいところ開示していくのが私はいいなと思って、はい、我々も参加をして、結構こう日本の企業さんってなんか謙遜するカルチャーありますよね。ありますね。いやいやいや、うちの会社は全然みたいなことを言うんですよね、はい、で我々だって多分至らないところすごいたくさんあるんですけど、うんうん、まあ、それでもそれ全部飲み込んで、はい、でも僕らはここまで頑張ってやってます、うん、すごいいいと思ってます、社員喜んでるメンバーもいますってことを、まあ、しっかりアピールをしていくと、うんうん、はい、なんかいくつかの会社さんは、はい、あすごいいいですね、うちもそれ今度やってみようと思いますってことを、うんうん、はい、言われるのが、はい、なんかこうちょっとずつ見えないところで役に立ててるなとか感じますね。いいですね。まあ、これも本当社会貢献の一つかなと思っていて、まあ、シンプルに言うとシェアハピみたいな感じだと思うんですよねシェアハピです、シェアハピですね、うん、はい、でもこれって本当大事なことで、なんかどうやったらみんなが嬉しいんだろうとか喜ぶんだろうみたいなものって意外と共有されにくいみたいな、これをこう企業でもやっていくし、企業でやることによってなんかその感覚に慣れてきている仲間たちが実はこうプライベートの領域でもそういったことがこうルーティン化していくんじゃないのかなと思うので、すごく、はい、この取り組みも面白いなと思いました、はい、ありがとうございます。
その他にもこういろんな取り組みをされていらっしゃるかと思うんですけれども、社内の中で新井サークルもあるということで、はい、この新井サークルって具体的にどういったことをされていらっしゃるんですか？はい、まさにこの、ダイバーシティの活動全般を、まあ、新井だけじゃなくて、まあ、当事者と新井がもうこれごちゃ混ぜになって、はいはい、例えばこう社外のそれこそ TRP のようなイベントの運営をやっていったりだとか、うんうん、あるいはこう会社としての取り組みをこうセミナーのような場所で説明をする際にこの登壇をしたりだとか、はい、ああいうようなことを別にこれ社長の私だけじゃなくて、はい、メンバー一人一人が自分の言葉で、はい、説明をしたりとか、うんうん、いうような活動をやってます。すごい。なかなかね、企業でそれをやり続けるというのが、うん、まあ、要はその働いている時間の中でやっている部分もあると思いますから、うんうん、これはなんかリソース配分も難しい中でよく続けられていますよね。はい、はい、おそらく、はい、大変なに感じているメンバーももしかしたらいるかもしれないですよね。自分の会社としてのお仕事をもちろんおろそかにしているわけではないので、うんうん、でもなんかやっぱりどうせこう会社で、はい、あるいは自分の所属している組織で、ええ、自分の大切な人生の一部を、はい、まあ、そこにこう注ぎ込んでいくわけなので、やっぱなんか自分が楽しいと思える活動をやりたいなとか、自分としてこうなんか役に立っている実感を感じれるポイントって人によって様々だと思いますけど、そうですね、はい、でまあこういう形でこの活動がある種学校の後の部活動じゃないですけれども、はいはい、あ、いいですね、はい、いうような気持ちで取り組めるのはすごいいいことかなと思います。確かにそうです。うちのスタッフも、まあ、LGBT という言葉を一括りしてもですね、自分のこうセクシャリティとは違うことってなかなかわからないことも多いんですよ、うん、だから例えば僕だったら、僕はゲイだからトランスジェンダーの方とかビアの方とかのこうよりこう課題みたいなものって勉強しないとわからないんですよね、うん、はいはい、だからこれは本当にうちのスタッフたちもお互いにこう情報を共有しながら、こういうこと困るよねみたいな、これってこうなったら嬉しいよねみたいなことを繰り返す時間を設けるようにしてからですね、よりこう事業のブラッシュアップがされたなと思いましたので、これでもあれですよね、やっていくうちに感じる部分ですよね。それはそうでしょうね。なかなかこう、ね、社内にもきっとこう当事者の方って、まあ、どの企業でも、はい、いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、別にさっきおっしゃっていただいた通り、はい、カミングアウトしなきゃいけないってことはもちろんないので、そうですね、それも自由なんですけれども、うん、やっぱ最初の一歩がやっぱ皆さん難しいですよね。やっぱ一人目が出てくると比較的こう実はっていうことで集まりやすくなってったりするんです。でもそういう時にこう結構社外の、いろいろこうお話してくださる講師のような、はい、方とか、うんうん、話すの上手な方とか、まあ、まさにこうアキロさんなんか僕的になんじゃないかなと。ありがとうございます、はい、そういう方がこう企業に来てくださって、はい、改めてこう自分たちから普段気づけてないところに、うんうん、まあ、どういったところにこうなんていうんですかね、このアンコンシャスバイアスというか、はい、認識してない意識してないようなバイアスがどこにあるのかみたいなことをなんか教えていただくと、はい、まあ、自分もあるかもっていうのをやっぱり皆さん、はい、立ち止まって考えられるの、そう思ってこう普段の社内回してみると、はい、うんうん、はい、あ、実はうちにもいるわいるわっていうこととかが、うんうん、で話してみて、でも全然これまで気にならなかったし、はい、めちゃめちゃいつも仕事すごいチームワークよくできてたなってことが、うんうん、なんか見えてくると改めてありがたさは、うんうん、再認識できますよね。そうですね、うん、本当無意識なこう差別というか、まあ、意識みたいな、まあ、本当なんかいろんなことがあるかなと思うんですけれども、でも結局のところなんかきっかけがあればね、意外と背中を押されることとか、はい、前進することってあると思うの で、 そ, うです、ねね、それともこう企業の取り組みの中で、はい、いろんなこうチャンスがあるんだろうなと思います。そうですね、私もなんか最初の頃はですね、うん、当事者の方がこうなんて言うんだろう、あんまり気持ちよく思わないとか、はい、傷ついちゃう可能性がある言葉っていうのがあんまりよく分かってなくって、まあ、悪気なくこうポロッと言っちゃった時とかも何回かあっては、毎回その時すぐ自己嫌悪に陥るんですけど、でもたまたま前にいた当事者の方が、私すごいありがたかったのは、教えてくれました、それを。自分はいいんだけど、そういう言葉の言い方するとちょっと嫌に思う人もいるから、こういう他の言い方するとより仲良くとか傷つけたりすることなく言えるよっていうふうに教えてくれて、私はそれがすごい嬉しかったですね。なんか人知れず傷つけてるってすごい怖くて、はい、確かに、これまで何人傷つけてきたんだろうみたいな気持ちになったりもするんですけど、はい、でちょっとずつそこで意識が変わってくると、言葉の選び方とか、うんうん、はい、すごい自分の中ではこの数年間で改善されたなと思いますね。
これ僕結構いろいろあるんですけど、あの僕ゲイですよっていう話を、まあ、仕事とかでこう何かのきっかけで話をした時にですね、お相手の方が、あ、そうなんですね、私ゲイフレンドリーですっていうふうに言っていただきながら、うん、でも私は普通なんですっておっしゃる方が多くて、ね、結構この、うん、私は普通なんですけれど、うん、点点点みたいなの多々あるんですよ。だからここって本当にあの無意識的なこうやっぱりこうバイアスだったりしますから、私もでも多分第1号認識したのはやっぱ普通かもしれないですね。はい、自分のこの性的指向をなんて簡単に言えばいいのかっていうことが分からなかったの で、はい、でその時にはストレートって言うといいんだよとか、はい、なんかもっと砕けて当事者の人とか結構ノンケって言ったりしたりとかあるよって聞いて、そうなんだと思って、でそれからまあだいぶ言葉の選び方変わったので実際、はい、あのなのでぜひあの当事者の方とかにもお願いなんですけれど、はいはい、ぜひ指摘してください。そうですよね、今日この場の中ででもですね、私なんかちょっと変な言い方してたら、はい、直していただきたいなと思って。確かにそうかも、はい、なんかうわこの人こんなことは言ったよって続くんじゃなくて、なんかそれってこうの方がもっとみんながハッピーになれるよみたいに教えてくれた方がよりみんながハッピーになれますよね。そうですね、はい、ちょっとあんまりこちらからねいろいろこうお願いばかりでもよくないんですけどいやいや、はい、でもなんかより良いこう会話したいなって、まあ、率直にそういう気持ちが強いので、そうですよね、そういうなんか会話の中でのキャッチボールが増えた方がみんな楽しいんじゃないのかなと思うので、なんか我々もねこれを機にあの他の方と会話してても、あこういうことなのかなということで、まあ、ちょっとお話をする機会というか増やしてもいいのかなと思いました。はい、ありがとうございます。はい、あとはですね、なんかこう本当にいろいろ聞いていきたいことっていっぱいあるんですけれども、うん、こう時間が迫ってきたということで、いろんなテーマがある中でちょっとですね面白いなと思ったのが、日高さんとのこう共同調査ということで、まあ、こういろいろと取り組みをされていらっしゃるということで、これ具体的に言うとこう、世の中の変化と当事者の生きづらさということで、はい、こちらが宝塚大学の看護学部の、はい、日高教授がですねと一緒にこう調査をされたということですかね。はい、で当事者の約8割がですね、こうオリンピックなどをきっかけにこう LGBT に対する認識や制度の変化に、まあ、期待をするようになったっていうのが個人的にも面白いなと思っていて、なぜならば当事者の方ってよくも悪くも変に期待しない時代ってあったよねと思っていて、期待することによってそれを裏切られた時のしんどさの方がしんどいから、物事に対してあまりみたいなとこあったんですが、これはすごくいいチャンスだったなと思うんですが、いかがでしょうか。そうですね、もともと日高先生は、はい、まあ、こう当事者の方のこのソーシャルストレスっていうんですかね、この社会的なストレスを特にこの、思春期の頃とかからこう継続的にこう調査をされてきて、まずこの実態を知っていただくっていうことを、はい、あの研究されてらっしゃるんですけれども、はいはい、ただそのネガティブな部分だけじゃなくて、すごいこう前向きな調査もすごいたくさんされていて、はい、この世の中がこう大きく変わる時に、はい、改めてここにスポットライトを当てていくっていうことを、これまでもたくさんやってきました。そうですよね、はい、ね、これまでまあ2回やって、このアジアの中ででは最大規模の、はいはい、当事者調査ということで、どのぐらいのボリュームだったんですか、母数的に。第1回はですね、はいはい、1万数千人の、当事者の方を集めた調査ということで、それ十分多いですね。めちゃめちゃ多いですね、はい、多分世の中のこの当事者の調査って結構3桁そうそう、よくあるです、100人が結構多くて、はい、2000人集まる調査もあんまりないんですけど、うんうん、はい、1万人超えで完全これアジア最大規模ということで、そうですね、はい、やりましたね。すごいですよね。なんかそういったこういろんな調査をして結果が出たからこそ、いろんなことがまたより分かるということで、いいきっかけだったなと思いました。はい、そしてですね、今週は TRP があるということなので、はい、ちょっとここについても触れていこうと思うんですけれども、せっかくなので、ライフネットさんが取り組みをしているというところで TRP の、LP というか紹介記事みたいのがあると思うんですが、こちらちょっと写していただけますでしょうか。はい、告知情報のところですね。はい、ありがとうございます。今年も、はい、ライフネット生命さんブースを出展されるということで、はい、今年はどんなテーマでブースを出されるんでしょうか。はい、
我々も、はい、数年前から同じ活動をずっと一貫してやってるんですけれども、まあ、レインボーフォトプロジェクトというふうに呼んでいるんですが、はい、当社のブースで、まあ、チェキでこう写真を撮っていただくとですね、うん、我々お一人につき100円を、はい、社内でこうある種ファンドに貯めていってですね、これを原資に、はい、この LGBT のこの啓蒙書、はい、児童向けの啓蒙書を買って全国の図書館に、あるいは学校の図書室に寄贈するという活動を、やってきています。でこれまでもあの、はい、たくさんの図書館図書室に、この啓蒙書というか啓発書を寄贈してきたので、今年もまあぜひあの金土日開催されますけれども、はい、一人でも多くの方来ていただいて、そうですね、はい、あの楽しく写真撮っていただけると、うんうん、より多くの本が寄贈できるようになるということですので、はい、はい、ありがとうございます。ちょうど、はい、今左下に写っている本ですかね、はい、こちらでございますね、はい、ありがとうございます。はい、今ちょうどですねこうお手紙が入りまして、はい、ラジオネームひげもじゃもじゃの苦手さんからです、はい、森さんの顔がいつもで緊張しているように見えますが大丈夫でしょうかということで、緊張してらっしゃるんですか。ものすごい緊張してますよ。バレちゃってますね。全然そんな風に感じないんですけれども、はいはい、あのこうやってあのいろんな方のリスナーさんからのお声っていうのも非常に嬉しいなと思いますし、ちょっと今日はですね時間的にこう詳しくお伝えできないんですけれども、はい、あの追伸ということで T シャツ似合ってるよということで お言葉もいただいております、はい、ありがとうございます。はい、それではですね、あともう少しで番組が終了してしまうので、もう一つで、ね、ご案内をしたいんですけれども、TRP の、東京レインボープライドですね、今週あるよということで、ライフネットさんも、ブースを出展いたします。ここで、ブースの配置のですね、こう資料移りますでしょうか。はい、今回ライフネットさんが赤いところのレッドの23というところですね、こちらでブースがございますので、ぜひ皆さん今週末の金土日と遊びにお越しいただければと思います。そして我々アイリスもですね、今年ブースを出させていただきまして、我々はオレンジの9番でございます。はい、微妙に近いですよね、はい、歩道を挟んでということですので、うん、あの3日間連続っていうのは初めての試みですよね。そうですね、はい、まあ、天気よくこう、例年結構暑くなる、そうです、ね、はい、時期でもあるんで今年も楽しみですね、はい、うちも実はアイリス T シャツを今年は作ったんですけれども、ライフネットさんもこの T シャツを見てみんな現場にいらっしゃる感じですか。あのおそらくその私も、はいはい、あの参加しますので、お、はい、いいですね、多くの皆さんとお会いして久しぶりにお話できたら嬉しいなと思います。そうですね、はい、では皆さんですね、あの今週末ぜひ TRP に遊びにお越しいただければと思います。はい、それではあの1時間枠でお送りしてきましたけれども、本日の放送も以上となります。今日もですね皆さん番組を見ていただきましてどうもありがとうございます。また来週ご覧ください。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。この番組はライフネット生命の提供でお送りいたしました。